冬姫像長松院遠鏡2年7月20日は、仙台藩の第5代藩主伊達吉村の正室で、第6代藩主伊達周村の聖母。元六二年、前中納言、小賀の通名の娘として生まれる。忌見川貞子、通称は冬姫。元六十五年に、仙台藩聖子、伊達吉村との縁談が持ち上がる。父の通名はこの時すでに出家のみであったため、 冬姫はおじ、小賀の未知性の幼女としてとつぐことになった。2月27日に、幕府から結婚の許可が下ると、3月18日に、京で、結納の儀を済ませ、4月3日に、吉村の松江戸へと出立、21日に、江戸へ到着し、26日に婚儀が行われた。翌元十六年、夫、吉村が、第五代藩主に就任すると、その性質として、 以後40年間にわたって仙台藩の奥を統括した。冬姫は仙台藩主の性質で最初の公家出身者であり、冬姫の代に整えられた風呂儀はその後の仙台藩の奥方における手本とされるようになるが、この奥方における改革は表方における夫、吉村の改革に対応したものと見られている。吉村との間に第六代藩主となった。 宗村など一難五条を生む。延長2年7月20日死去。去年57。墓所は大都市寺。法名は長松因伝法こと武本坂栄大師。ありがとうございます。